ノサセニョーラ・ダグラサ号事件は、1610年に起きた、日本人による、ポルトガル貿易船の爆沈事件。マードレデ・デウス号事件とも呼ばれるが、ポルトガルの原子量における船名は、ノサセニョーラ・ダグラサ号である。事件の発端は、慶長13年10月23日に越え前日、野営藩主の有馬春信が戦場に派遣した、主因船がマカオに越冬寄港中に、 日本人船員が取引をめぐって相乗事件を起こし、それをマカオのカピタンモールであったアンドレ・ペソアが鎮圧し、このために日本人側に多数の死者が出たことであった。翌慶長14年5月28日、ペソアが日本航海の司令官として長崎に来着した。ペソアはマカオでの相乗事件に関する調書を 長崎奉行の長谷川佐兵藤広に対して提出し、自身が駿府に赴いて、応募者の徳川家康に沈弁する申し出をした。この件が、ポルトガル戦貿易の途絶につながることを危惧した藤広は、マカオでの事件の真相は伏せて、ペソアの初期のマテオレーターを代理人として、駿府に使わせるよう説得した。しかし、レータンの出発後に、 家康による商品の先買い健康史に不満を抱いたポルトガル商人たちが取引関係の改善と藤弘の日を訴えるためペソアが直接寸府に赴むくことを受け継ぎした。これはイエズス会イの勧告により実現しなかったがこのことで藤弘とペソアの関係は悪化した。また藤弘は従来の観光を破って取引方法を変更したり持ち込んだしなお 一方的に購入したりしたため、貿易を阻害されたポルトガル商人の反感を買っていた。そのため、ペソアは、冷淡に自由貿易の保障を得ることも命じていたが、失敗。オランダ人の対日貿易参加阻止も叶わず、日本戦のマカオ機構を禁じる同年7月25日付の、衆院状を家康からカフされたにとどまった。藤士広は、 マカオでの事件に対する報復を考えていた春ノブを、強査し、ペソアの捕獲と、商船捕獲とイエ家康に請願させた。春ノブにキャラギ購入を一択していた家康は、報復行為によって、ポルトガル船貿易が断絶することを、当初は懸念していたが、ポルトガルと、同訓連合を組んでいたスペイン商人のマニラ船が、ポルトガル船に積載されていたキートなどを保管する、ことを保証し、また、 オランダ船の継続的な来航も期待できるようになったため、春信に許可を出した。寸府から、ペソアに、召喚の命が伝えられたが、身の危険を感じたペソアは、要請を拒否して、船にこもり、積み荷を乗せたまま出航の準備を始めた。長崎に到着した春信は、慶長14年12月12日に、藤弘の支援を得て、平戦30層と1200人の兵を動員し、 ダグラサゴを攻撃。12月15日、4日4番の戦闘の末に船は炎上し、ペソアは火薬庫に火を放つよう明治船を爆破させて自陳した。この戦闘の際、藤広の弟、長谷川中兵衛は、小船2艘を並べせいを組んで1艘の船とし、ダグラサゴに漕ぎ寄せて乗り移り、選手安人を打ち取ったという。この事件により、 ポルトガル戦の長崎来航が2年間中断した。ポルトガルの貿易戦は、慶長12年と慶長13年にも結航していたため、ポルトガル戦からのキートは、慶長17年までの5年間日本へ輸入されることはなかった。またそれまで家康の信任が扱った通時のジョアン・ロドリゲス神父が、藤広と長崎来館であった村山一しの中象によって、慶長15年に、 マカオに追放された。このことで、幕府は、長崎貿易における、ポルトガル商人の仲介者を失ったが、マカオ氏は貿易再開のため、慶長16年に、ポルトガルの艦隊司令官のドンヌーのソートマヨールを、ゴアのインド副王、ルイ・ローレンソ・デ・タボラの施設として派遣した。ソートマヨールらは6月19日に、薩摩に上陸し、島津市の援助により、駿府に到着。 7月1日に、家康に越見し、江戸で、将軍、徳川秀忠にも越した。インド副王とマカオ市参事会の所管を差し出し、マカオでの相乗事件に対するポルトガル側の措置について弁解し、同時にダグラサゴーバクチンに対する損害賠償と、藤広の長崎武行秘免を要求した。幕府側は、事件の責任はすべてペソアにあったとして、取り合わなかったが、 ポルトガルとの貿易再開は許可し、売買ハット以下、除前期化無双医者なりという主因状を与えた。イエアスは追放されたロドリゲスに代わって、イギリス人のウィリアム・アダムスを徴用した。ロドリゲスを失ったことにより、イエズス会とキリシタン会は、幕府に対する有力な窓口を失った。ハルノブは、ラグラサ攻撃陣の功績による、給料回復を試みたが、 なかなか実現できず、終戦を受け負った岡本大八に多額の金品を送った。これが岡本大八事件の発端となった。また、ギャラ機の購入はもともと藤弘が家康に命じられていたことであったが、それを果たせなかったため、家康は春信に委託したのであった。春信は、その才覚をもってうまく入手し、健常したことで、家康の覚えが良くなったが、 そのために藤弘との関係は悪化した。さらに藤弘は、キートの将軍先外見を強めるために、ドミニコ会派に接近した。キート貿易で、中心的役割を果たしていたのは、イエズス会派であり、イエズス会とのつながりが強く、キートなどの取引で利益を得ていた春信にとって、藤弘の動きは、脅威となっていた。これらのことから、両者は、不具体点の敵となり、それが、 岡本第8事件で発覚した春信部による藤弘暗殺計画の原因ともなっていった。ありがとうございます。